雨の日に外出した時心配になるのが靴の中。普通のスニーカーだと水が染み込んできたり濡れてしまったりと不快でいっぱいになりますよね。そこで今回は私、価格 .com マガジンファッション担当の牧野が人気セレクトショップアトモスのスタッフの方に今シーズン雨の日に履くべきおすすめの防水スニーカーを3足紹介してもらいました。後半ではその3足を実際に履いて雨の日にウォーキング、本当に防水スニーカーとして機能するのか検証してみました。選ぶときにどういうポイントに気をつけた方がいいとかありますでしょうか。防水スニーカーの中でも何を取るかっていうのが皆さん重要になってくるかなと思うんですけど、一つはやっぱりデザイン性、ファッション寄りの要素もありつつ雨の日でも履きたいって方はやっぱりデザインがすごい重要視してこう選ばれると思いますし、逆に機能面、雨の日走ったりとかしても滑らないよっていう機能面を重要視される方もいると思いますし、あとはこう使いやすさ、こう普段パッと履いて外に出ても大丈夫とか、じゃあそのバランスを、どの要素をちょっと強めに持つかでお店の方がちょっと進めるシューズが変わってくるっていうところですね。変わってくると思います。なるほどなるほど。ホカの最大の魅力といったらやっぱりこの分厚いソール、特徴的かなと思うんですけど、最近ねやっぱ定番にはなってきてるんじゃないですかね。お店的にも結構お客さんの中でもカハありますかとか、他の防水シューズありますかって探しに来るから、一番最初に出てくるのが他のブランドがすごい多いので、やっぱ探されてる方が多いブランドではあるんじゃないかな。街履きも含めアウトドアでも履きたいって方が一番最初に探されるのがやっぱすごい、うちだと他を探される方が多いですね。キャンプする時に使いたいんですけどみたいなので、あの冬の時期とかもやっぱりこういったゴアテックス使われてるっていうのもあってか、探される方も多かったですね。ただの防水というよりか蒸れにくいっていうのもやっぱり魅力的、先ほど透水性というか蒸れにくいんですね。蒸れにくい、そうですね。防水機能がついたスニーカーの中でもデザイン性がすごい飛び抜けてるスニーカーになるかなと思います。これが一応アトモスと、アシックスで、あともう一つブランドが、グリップスワニーっていう、アメリカのアウトドアブランドさんとの、トリプルコラボで作られたモデルにはなってます。じゃあもう変な話、アトモスさんでしか買えない。あ、そうですそうです、アトモス、グリップスワニー、アシックスでしか売ってなかった商品になってます。なるほど、はい。あとはアシックスのこのゲルソノマ自体っていうのもやっぱり今すごい一番波に乗っているモデルにはなっているので、こうトレンドを抑えつつもしっかり防水機能が備わっているスニーカーはやっぱこれなんじゃないかなという思いで選ばさせていただきました。ゴアテックスを使ってるんでしたっけ。こちらは一応ゴアテックスを使用しているので、もう雨はしっかり弾いてくれます。やっぱり今一番ランニングシューズ系の中だと勢いがあるブランドなんじゃないかなという思いでセレクトさせていただきました。もともとクラウド5っていう形がありまして、そちらがランニング、こうライフスタイルシューズになってるんですけど、それの防水モデルという感じで、よりちょっと街履きに近い感じなんですね。適したスニーカーになってますね。これだけちょっと、あの独自の素材ですよね。なんかこれって違いってあるんですか。すごい なんかこれが特別違うっていうのは僕は正直個人的にはあんまり感じていなくて、ただでも全然雨ももちろん入ってこない、濡れないですし、いわゆる完全防水でいいんですよ ね。 そうですね、全然問題ないと思います、そう言っていただいて。あと何よりも僕がおすすめしたいのは、でもこれこのシューレースがゴムになってて、脱ぎ履きがすごい楽ちんっていうのがすごいポイントかなと思いますね。一応替えのシューレースもついてて、こうしっかり結びたい方は結ぶこともできるんですけど、全然ゴムのシューズのままでも、このシューレースのままでも全然履き心地は変わらず使えるかと思います。アトモスさんに来れば必ず見つかると、好きな欲しい防水スニーカーが、はい、間違いなくそうですね、見つかってくれると嬉しいですね。ここからは野原さんに紹介していただいた3足を実際に雨の日に履いて歩いて、その使い心地をチェックしてみました。中目黒駅周辺で
距離にして約 850m、 10分ほどのウォーキングで各モデルを検証します。まずはホカのカハから。カハはスワローテール形状の拡張ヒールのおかげでとにかく安定感が抜群。私は普段からホカのボンダイ6を愛用しているんですが、それよりもクッショニングは固め、それでもホカならではの転がるような推進力は健在で歩きやすかったです。驚きなのが防水スニーカーなのにアッパーに軽量レザーを使っていること。レザーならではのフィット感や質感を楽しめるのは嬉しいポイントですね。見た目雨が染み込んでいるように見える箇所もありますが、中が濡れているような感覚は全くありませんし、蒸れも歩き始めてから一切感じません。ちょっと深めの水たまりも気にせず歩けちゃいます。10分間のウォーキング終了。見た目は全体的にじっとり濡れています。つま先などは雨を弾いてますね。足首周辺が濡れていますが、これはこの時だけ雨が強く、履き口から雨が入り込んだみたいです。今回見た目を分かりやすくするため、パンツの裾をまくって履いていたので、裾を下ろしていればここまで雨の侵入を許さなかったでしょう。一方、足の甲やつま先、足の裏に至るまで両足ともに全く濡れていません。それでは次にアシックスのゲルソノマに履き替えて同じ道同じ距離を歩いてみます。素材には防水耐水性の高いゴアテックスファブリックスを採用しています。まず歩いてみて驚いたのが、ミッドソールのクッショニングがふわふわだということ。ナイキのクッショニング、ナイキエアーよりも浮揚感が強いかも。すごく歩きやすいですよ。ふわふわといっても歩行時の安定感には問題なし。フィット感もさすが日本メーカーのアシックス。初めて履いたのにピタリと馴染んでいました。雨の日の大敵濡れたマンホールも難なくクリア。ラバーの約3倍も耐摩耗性を向上させた素材 A ハープラスとラギッドなソールパターンのおかげでしょう。使い込んでもこの性能が落ちにくいのも嬉しいポイントですね。微妙な違いではありましたが、今回の3足の中では一番マンホールで滑りにくかったのがこのゲルソノマです。ウォーキング終了。アッパーはメッシュやラバーパーツを組み合わせたものですが、全体的に雨を弾いている印象。こちらも見事。雨が少し弱まったということもありますが、履き口からの侵入もほぼなし、足先ももちろんドライな状態です。水たまりだってバシャバシャ入ったのに、この結果には驚きましたね。最後はオンのクラウド5です。こちらはとにかく軽量なので、歩き心地が軽快すぎてマジ最高でした。脱ぎ履きしやすいゴムレースで結んでもいませんが、歩行時に脱げやすいということは全くなく、フィット感は3足の中でナンバーワンです。ソールの構造もあって濡れたマンホールは少し滑りやすい印象でした。一方でそのオンのアイデンティティでもあるソール形状クラウドテックや独自素材ゼログラビティのおかげで、ソフトでクッション性のある着地感は健在。とにかく歩きやすかったです。他の2足に比べるとスリムなシルエットですが、安定感も問題なし。ウォーキング終了。見ての通りアッパーが全体的に雨を弾いていることが分かります。ゴムレースなのでスルッと足を抜いてみます。多少履き口が濡れていますが、それ以外は完全にドライ。やはり雨の日はパンツの裾をロールアップせずに履いた方がシューズ内への影響も少なそうですね。ちなみに雨の日の最大の敵、コンビニのセラミックタイルのツルツルな床も歩いてみたんですが、こちらは3足とも滑ってしまいました。この時ばっかりは入り口のマットでしっかり水を落としてから入店するようにしましょう。今回検証した3足、防水性はどれも引けを取りません。またどれもトレンドに乗ったデザインで、どれも履いても雨の日を楽しくしてくれるでしょう。さらに細かく言うなら、ビッグシルエットや安定性、レザーアッパーの上質感を求めるなら他のカハ、テック系アッパー、雲の上を歩くようなクッショニング、トリプルコラボの特別感を味わうならアシックスのゲルソノマ。とにかく軽量で軽快な履き心地、スマートなシルエット、そして脱ぎ履きの簡単さが欲しいならオンのクラウド5を選ぶのがおすすめです。